製品情報エクセルアドインの使い方。アドインファイルのダウンロード。本動画では Google Chrome を使用しています。村田 .com ホームのサポートから製品情報管理 API サービスページに遷移します。機能に製品情報エクセルアドインをクリックします。最新バージョンをクリックします。関連ファイルダウンロードをクリックします。エクセルアドインファイルをクリックしてダウンロードします。32bit 64bit のうちお使いのマイクロソフトエクセルのバージョンに合ったファイルを選択。アドインファイル設置。本動画ではExcel 2019 Microsoft Office 365 Pro Plus を使用しています。ファイルをクリックします。オプションをクリックします。アドインをクリックします。設定をクリックします。参照をクリックします。ダウンロードしたアドインファイルを選択します。 32bit 64bit のうちお使いの Microsoft Excel のバージョンに合ったファイルを選択。有効なアドインに表示される村田 Excel アドインにチェックを入れます。 OK をクリックします。使用例1。製品情報エクセルアドインに含まれる関数の基本的な使い方です。セルにイコール村田を入力します。表示される関数リストから取得したい情報項目の関数を選択します。関数ウィザード FX をクリックします。引数のガイドが表示されます。 API キー、品番、言語の各引数を入力します。該当の入力値と出力値が表示されます。 OK をクリックします。出力値が Excel のワークシートに表示されます。値が表示されない場合は FQ キーを入力して再計算を行ってください。使用例2。実際のご利用シーンを想定した製品情報を一覧表示させる例です。こちらの例を参考にお客様の用途に合わせて一覧表を作成ください。セルにイコール村田を入力します。表示される関数リストから製品ステータス情報項目の関数を選択します。関数ウィザード FX をクリックします。引数のガイドが表示されます。 API キー、品番、言語の各引数のセルを設定します。該当の入力値と出力値が表示されます。 OK をクリックします。製品ステータスの出力値が Excel のワークシートに表示されます。セルにイコール村田を入力します。表示される関数リストからサイズコードインチ情報項目の関数を選択します。関数ウィザード FX をクリックします。引数のガイドが表示されます。 API キー、品番、言語の各引数のセルを設定します。該当の入力値と出力値が表示されます。 OK をクリックします。サイズコードインチの出力値が Excel のワークシートに表示されます。その他
情報項目も同様の設定を行います。セラミックキャパシタの各情報項目が出力されたセルを選択し、ドラッグしてコピーペーストを行います。コピーペーストしたセルに該当情報項目の出力値が反映されます。値が反映されない場合は F9 キーを入力して再計算を行ってください。インダクターの各情報項目も同様に出力値を反映させます。